さんこんにちは。ベーシストそして音楽クリエイターをやっておりますベンと申します。今回の動画ですが、ジャズの初心者の方向けに練習方法の解説ということで、なかなかアドリブがですねうまくできないな悩んでいる方に対して、テンションノートを使ったソロの練習、こちらのですね解説の動画というのを撮っていきたいと思います。こちらはですね、以前に僕がコードトーンを使ってアドリブの練習をしていくっていう動画を上げてるんですけど、そちらのですね、続きのような動画になっておりますので、まだですねそちらのコードトーンを使った練習の方見られていないという方は、そちらの方を見ていただいてからこの動画を見ていただくとより理解が深まるかと思います。このチャンネルはベーシストの方々に向けて様々な情報を配信していくチャンネルとなっております。動画を作るモチベーションにもなりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速本題の方に入っていきたいと思いますが、今回の本題の方がこちらになっております。先ほど冒頭でも紹介しましたが、以前に私がコードトーンを使ったアドリブの練習という動画を上げてまして、でそちらのですね練習の方に結構慣れてきたなという方はですね、この動画を見ていただいて、テンションノートを加えてそのアドリブの練習をしてみるといった練習をですね次にやってみてもらいたいなと思っております。でまず練習の具体的な内容に入っていく前に、テンションノートの説明をちょっとしておかないといけないなと思いまして、ちょっとですねお時間をいただいてテンションノートの説明をしたいと思います。でテンションノートっていうのはコードトーンの、構成音ですねに任意で加えられる音になります。でコードの響きに緊張感を与える効果がありまして、ジャズのソロとかですね、ジャズの伴奏などでは、頻繁に使用される音になります。このテンションノートを知っておくことで、いろいろアドリブソロのですねアイディアの幅が非常に広がりますので、でこのテンションノートを使った練習というのを取り入れていただけると、ソロの演奏の幅が広がっていくんではないかなというふうに思います。じゃあそれではですね、まずテンションノートっていうのが具体的に何の音を入れたらいいのかっていう話をちょっとしてみたいなと思います。で今回はですねまたデモ演奏の方で酒とバラの日々っていう、ジャズのスタンダードナンバーですね、こちらの冒頭の8小節のコード進行を使って解説を進めていきたいと思います。そちらのコード進行の中に登場する、コードで、ジャズのですね、いろいろな曲で使われるコードのタイプの中で、使用頻度が高いメジャーセブンスのコードのテンションと、あとマイナーセブンス系のコードのテンション、そしてセブンスコードのコードのテンション、こちらの3つのタイプのコードのテンションノートの説明を行っていきたいと思います。それではソロで使用できるテンションノートの、ということでメジャーセブンスの時の、テンションノートですね、こちらを説明していきます。メジャーセブンスの時に使えるテンションノートは4つありまして、ナインスノート、そしてイレブンスノート、シャープイレブンスノート、そしてサーティンスノート、この4つとなります。でただこのイレブンスノートのところに、赤色で表示してあると思うんですけど、こちらはですねテンションノートっていうのは伴奏の時に長く伸ばすとちょっと不快な響きを与えてしまうテンションノートっていうのもあるんですね。でこちらのイレブンスというのがそのあまり長く伸ばしてしまうとちょっと不快な響きになってしまうというテンションノートです。なのでこのイレブンスの音を使うときはなるべくですね短い経過音の時に使うとか、短い音符の時に使うとか、そういった、ちょっとした工夫が必要になります。それでは続いてマイナーセブンス系のコードの時に使えるテンションノートというのを紹介します。でマイナーセブンス系のコードっていうのは、マイナーセブンスと、あとマイナーセブンフラットファイブっていうコードですね、あとマイナーメジャーセブンスという7度の音がシャープしているマイナーセブンスのコードですね。でこちらの時に使用できるテンションノートが右の方に表示してあるんですけど、ナインスノートと、あとイレブンスノート、そしてサーティンスノートとなっております。でまたこちらの方ですね、サーティンスノートが赤色になっていると思うんですけど、こちらも先ほどメジャーセブンスのところで説明したようにあまり長く伸ばしてしまうと不快な響きをもたらしてしまう音になりますんで、こちらの音もですねちょっと使う時に、短めに経過音で使うとか、そういう風な、ちょっとした工夫が必要となります。
そして最後にセブンス系のコードの時に使われるテンションっていうのがこちらになっております。セブンスの時は、使えるテンションが他のメジャーセブンスとマイナーセブンスの時より多いんですけど、フラットナインス、そしてナインス、シャープナインス、ナインスがこう3つもありますよね。そしてイレブンスとシャープイレブンス、そしてフラットサーティーンスとあとサーティーンス、こちらの7つの音が、セブンスのコードの時に使われるテンションとなります。でそして、先ほどのメジャーセブンスとマイナーセブンスの時と同じように、イレブンスの音に、赤色がついてると思うんですけど、こちらのイレブンスの音は、同様に長く伸ばすとちょっと不快な響きをもたらしてしまう音なので、こちらも使う時に少し工夫が必要となります。はい、そして、今ですね3つほどメジャーセブンスとマイナーセブンス、そしてセブンス、そのコードの時に使えるテンションを説明したんですけど、その他にもですね、ジャズで使われるコード、まあ、もちろんジャズ以外の音楽でも使われるんですけど、コードってたくさんあると思うんですけど、それ以外の、テンションノートはですね、ちょっと今回は割愛させていただいて、ちょっとですね動画がの尺がめちゃめちゃ長くなってしまいそうなので、まあ、このその他のコードについては、他の、 別の機会でですね詳しく解説していこうかなと思っております。それではちょっと簡単ではあったんですけど、テンションノートの説明を行ったところで、実際の具体的な練習の方法に入っていきたいと思います。それではまず練習の1番ですね、それがこちらになります。以前に紹介したコードトーンを使ったアドリブの練習方法っていうのを紹介した時に、アイデアをですねまず限定して、その限定したアイデアの中で自由に弾いていく練習をしましょうという話をしたと思うんですけど、今回のテンションノートを使った練習方法っていうのも基本的な流れは同じになります。でそしてこの今の表示してある練習例の位置を見ていただいて、まずは使用頻度の高いですね8分音符で各小節のリズムのポイントを統一してあげます。まあ、この例でいくと各小節の1拍目と2拍目に8分音符を並べています。でそして慣れないうちは少ない音数から始めていくといいと思います。今はもうすでに8分音符4つ音並べてるんですけど、もしもっとですね慣れてない方とかは少ない音にしてそれから始めるっていうのもありだと思います。そしてここからが前回のコードトーンだけの練習の時と少し違いまして、使う音はコードトーンを基本使用するんですが、その中にテンションノートを1音加えたインターバルで演奏してみるようにしましょう。でこの練習例の1で言うと、最初の F メジャーセブンスのところはナインスの音を入れたインターバルで演奏しています。そして、2小節目のところはですねシャープイレブンスという音を入れて、でその他の音はコードトーンになっています。といった具合にですね全ての小節でテンションノートを1音加えた状態で、その他の音はコードトーンにして、でまずフレージングをしてみるという感じですね。で慣れないうちはですねコードだけ見ながらそのテンションノートをすぐ選んでコードトーンと絡めて弾いていくってことが難しいと思うので、最初はですねこの今の練習例のように自分で考えてちょっと最初に譜面に軽く書いて、それからその譜面を見ながら練習していくっていうのがいいと思います。で慣れた方はもうこの譜面をですねおたまじゃくしを書かずにコードだけ見た状態でそのコードトーンとそれからテンションノートですね、それを1音加えて、この練習を行ってみてください。それではちょっと、デモ演奏してみましたので聞いてみてください。こちらになります。いかがだったでしょうか。以前のコードトーンだけを使った練習に比べて少しですね音楽的なフレーズになってきたような気がしませんかね。ではこの練習の1番に慣れてきたら、次は、練習の次のステップに行ってみたいと思います。次のステップの練習はこのようになっております。でこちらもですね、進め方はコードトーンのアドリブの練習の時と同じなんですが、まずは、8分音符で各小節のリズムを統一していくっていうことですよね。これはもう1番の練習と同じです。そして
最初の練習の時、1番の練習の時よりも音数をちょっとずつ増やしてみましょう。そして1番の練習に対して今度はテンションノートの数を増やしていって弾いてみてください。まあ、この練習例の2番でいくと1小節に2つテンションノートを入れて弾いているという例になってるんですけど、まあ、こちらはですねテンションノートっていうのはどんどん増やせばいいという話でもないんですよね。なのでご自身でですねこの今はこの練習例の2でいくと1小節に2つテンションノートが入ったフレージングをしてるんですけど、まあ、いろいろですねその試しに全部テンションノートでフレーズを作ってみるとかですねテンションノートの配分をかなり多めにして弾いてみるとかそういったことをですねいろいろ試してみてもらってどういったフレージングが自分の好みに合うかそれらをですねそのいろいろな練習をしてみて掴んでみてください。それではこちらもデモ演奏をやってみましたので聴いてみてください。こちらになります。はい、いかがだったでしょうか。今の私の演奏を聞いていただいてフレーズですよね、こういったフレーズが、まあ、自分の耳でどう感じるかというのをまず感じ取ってもらえたらなと思います。それでは練習の1番と2番ですね、こちらの方がですね十分に慣れてきてもうある程度決まったリズムの中であれば、いろいろコードトーンもテンションノートもある程度自分で即座に選んで弾けるというような状態になってきたらですね今度はまた次のステップに行ってみたいと思います。次のステップはこのようになっております。練習の1番と2番に十分慣れてきたら自分の好きなベーシストが弾いているものを聞いてみてこちらはベーシストが弾いているソロですねベースソロを聞いてみてリズムのふわりをそのベーシストのなんとなく真似をしながらこの練習の1番と2番をやってみましょうという感じですね。注意点として、まあ、ここでは必ずしもそのベーシストの弾いてるフレーズを必ずしもコピーしなくても大丈夫です。なんとなく真似をしながら弾いていくっていうのがどういうことなのかっていうと先ほどの練習1と2の練習では音は、コードトーンとテンションノートを自分が考えて選んで弾いていたと思うんですけどリズムの弾く位置っていうのが決まっていたと思います。練習の1番でいくと最初の2拍目練習の2番でいくと3拍分に音が入っていて常にですね3拍目だったり4拍目は休符になっていました。で次にやっていくなんとなく真似をしていく練習っていうのは、ご自身でですね好きなベーシストのベースソロだったりを、まあ、耳でちょっと聞いてもらってなんとなくですねその聞いたベースのソロのリズムに近いリズムで真似をしながらでコードトーンと、テンションノートは自分の方で考えながら弾いていくという感じですね。まあ簡単に言うとリズムだけ真似して音は自分で考えて弾くというような練習になります。こちらもちょっとデモ演奏をしてみましたのでちょっと聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。最初の練習1と2よりもよりですね機械的な感じが抜けてちょっとだけいいソロに近づいてきたような感じがします。はい、今回はテンションノートを使ったアドリブソロの練習というのを説明してきました。でこの練習のまあ大きな目的はコードトーンを見てですねコードトーンを見てじゃないですねコードを見てそのコードトーンとテンションノートがすぐに弾けるようになるっていうのが最大の目的ですのでまずはそのテンションノートって何弾いたらいいのか分かんない正解が分からないっていう風にですね難しく考えるのではなくて、まあ、自分でですねそのいろいろ使えるテンションを全て試しに9スを使って弾いてみる試しに11スを使って弾いてみるって全部いろいろ試してですねこのテンションを使ったらこういう音になるのかとかいうフィーリングをですね自分の中にいろいろ蓄積していくそういったような感じでこの練習を行ってみてください。本日の動画は以上となります。今後もこのチャンネルではベーシストの方々のために様々な情報を配信していこうと思っておりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして
別のチャンネルでやっている BGM を配信するチャンネルとレッスンしている教室のリンクも概要欄の方に貼っておきますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。